酔っ払いナイト第2回ということで、いや今日は本当に皆様いらっしゃってくださるかとどうなることかと本当に思ったんですけど、もう前日に私がもう緊急に声をかけて駆けつけていただいたお客様ばかりで本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ということでまずはですね、皆さんと一緒に乾杯をしたいなと思いまして、メンバーもちゃんと今日も準備パンパンで来ております。ちゃんと今日も二日酔いで始まってます誰朝5時まで飲んでた人ということで、前回と同じ通り私たちステージにビールを置いております。これがね、だんだん少なくなってくると私たちのガソリンが切れてくるのでしんべくんそろそろだねって、せじゅんくんそろそろだねって声をかけてくれればいくらでも飲めますのでぜひ皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それではみんなで一緒に乾杯しましょう。乾杯。ありがとうございます。イエーイ。いやさすがはそんな酔っ払いナイトにふさわしいナンバーからまずはお届けしていきたいと思います。ワン、ツーありがとうございます。
届けいたしました。ありがとうございます。さあ今回を込めて皆様に連絡をさせていただいた次第でございます。これを逃した人はもう本当にもう残念ですよ。ね、この企画は2ヶ月に1回お届けしているので、ちょっとまた次も来てもいいよっていう方はね、次12月また遊びに来ていただきたいと思います。ではこうやってねずっと話してるとさ、私はサキです。サキです。サキと申します。サキギター新平、ドラムスセイジュン。珍しいね。覚えました。覚えました。私はサキちゃん。あっちセイジュン。セイジュンシン。覚えていただきたいと思います。さあそれでは2曲目ですね。これも皆さん聞いたことあると思います。大滝栄一さんのナンバーでいきましょう。もし会えたら、70%ぐらいの確率。結構歌ってるの。
そう、これは実はこれ中学生の時から歌ってたの。ローリングストーンズのホンキートンクになります。これはいろんこれもいろんな人がカバーしてて、女性はシリルクローか、シリルクローカバーしてたかな。これはそう、これはバージョンは僕知らないですけど、シリルクローカバーしてますよ。してます？ですよね。なんかシリルクローってローリングストーンズカバーしたり、ゼッペリをカバーしたり、マイケルジャクソンカバーしたり、まあいろいろしてるんですよ。そうで、それを聞いて私も歌ってみたいなと中学生の時思って歌い始めたナンバーになります。では3人でお届けします。中心に歌を歌ってるんですが、なかなかこう日本人に
言葉をストレートに伝えるのってやっぱり日本語で歌を歌いたいなって思う時があるんです。そう、いつも英語で歌ってるからさだってわからないで、わからないで聞いてても、でもこれその音楽って素晴らしいところって、またその言葉がわからなくても楽しい、踊っちゃうっていうのが結構楽しかったりはするんですけれども、またこんな時にはまあゆっくりこの歌詞の意味であったり言葉を強く伝えていけたらなと思っております。では聴いてください。ざわめく心の中を隠したくて家路を急いだ。いつでも泣きたい時は一人きり選んでしまう。涙の一つ一つが夜へと変わればいいのに、誰かに聞いてほしくて心では叫んでるのに。Thank you.
優しさに包まれたならお届けしました。あと2曲あります。ちょっと歌ってからしようね。ではこのナンバーからいきましょう。デジャブメイクハート。いたしました。はい、ナンバーが最後のナンバーになります。
みんなね、なんとなく銀座ですけどね銀座ですか分かった、この私セットリストを選んだ時分かった、うん、あ、分かった東銀座でやった後からこれにしようって思ったの、すごいね、びっくりした、今飛んできたから、さすが、なるほど、歌詞に銀座が入ってるんです、はい、we'll be right back.
Thank you.
福田さん、ありがとうございます。めっちゃいい声ですね。普段は歌も歌うんですよ。ベーシストだけじゃないんです。あのヘッドセットしてね、いつもはね、歌を歌ってるの。完璧な歌声でしたね。一番得意なのはホラです。ホラ、ホラを吹く。次のナンバー行ってみましょう。難しいことじゃない。
願いしました。スケベロ。いやこれはね私も大好き。いやーロックのメンバーを一つ挟みたいと思ってました。あ、面白い面白い。わーやってくれました。エリナさん、僕からお三方にビールを。ありがとうございます。やった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 。本当に今日はお越しくださりありがとうございます。ビールをお持ちいただきまして、乾杯。ありがとうございます。今スケベなナンバーからいきましょう。スキップです。Thank you.
バーが結構たくさんお届けしたんですけど、あのラブソングも結構多めにお届けしました。こう前に、ま、ラブソングって言ってもまあね、いろいろ本当にいろんな種類があって、悲しい曲だったり悲しみを共感する曲だったり、その悲しみから楽しさに変換する曲だったりですとか、そういういろんな曲があったりするんですけど、そうラブを全力で楽しむ曲を1曲お届けしたいと思います。これがラストのナンバーです。今日は本当にお越しください。ありがとうございました。でね、けあのねビールの息が出そうでビールが出ちゃうこの1曲歌ったら私はいっぱい飲めるからね。Thank you.
今日は私の歌いたい曲をたくさん歌わせていただいております。最後に皆さん歯が折れる皆さんと一緒に今日ちょっとさ、お昼暑かったんだけど冬の曲をお届けしたいと思います。冬の女王といったら日本人広瀬香美。誰？さすがすぐ出てきました。ゲレンデの女王でございます。